歌詞の常太郎8月27日昭和23年5月1日は、江戸時代末期生まれで、明治、大正、昭和時代の実業家。現時元年8月27日、徳島県阿南市中林町に、徳島藩中老、海上方奉行で、通称阿波せ群の長であった、森神五兵十六代目村、明の家臣であった父、歌詞の東蔵と、母、密の間に生まれる。 明治維新後、父が創業した石灰製造所を継ぎ、神戸、徳島など京阪神をはじめ、国内の石灰業界で活躍し事業を拡大した着工、昭和11年完成の現在の国会議事堂の3階、天皇ご休憩所の出入り口や、内部の内装及び彫刻その他の議事堂各所に使われている石材である、ホトトギスト島カモザラサなどは、徳島県産であり、 山口健さんと並んで国会議事堂の石材の主要な部分を占めている。徳島県においては、昭和初期、富岡無人株式会社の社長を10年間務め、今の徳島銀行の基礎を確立した。また、徳島県会議員を務め、金融と政界に足跡を残した。特殊化として知られた。ありがとうございます。